にちは。時短料理研究家、料理インストラクターの糸原絵里香です。撮影アシスタントのありさです。今日は、やみつき玉ねぎステーキを作っていきます。それではみんなでやっていきましょう。まず玉ねぎカットしていきまーす。はーい。新玉ねぎでやっても美味しいし、普通の玉ねぎでやっても美味しいし、全然違う味になるね。新玉ねぎは甘くて柔らかくて、みたいな。新玉ねぎと比較すると、柔らかくないし、甘くないけど、なんか味が濃いというか、しっかり乾いてるからね、今。濃厚というか。はい、美味しいのはね、まあやっぱ旬のね、新玉ねぎですが、普通の玉ねぎが一般的な料理の時は楽かなと思います。はい、輪切りにしていきまーす。2、3センチ幅、ざくり。なんかバーベキューの時に食べるのの感じ？あ、そう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 。バーベキューの時に食べるのの感じ。今日は焼肉のタレではなくて、麺つゆを使っていきたいと思います。はい。そんなちっちゃい包丁でよく切るね。すごいね。私ちっちゃいのが好きなんだよね。本当はこれフルーツ切るナイフだから、なんていうの？賛否両論あると思うけど、個人的にはね、野菜切るときはね、ちっちゃいのが好き。あと、洗い物がね、少なくなる。確かに。なんか意味わかんない人、何言ってんだこいつって思ってる人もいると思うんだけど、洗う面積がね、狭いのよ、やっぱ。だから、一個だとあんま感じないんだけど、こう、いろんな洗い物が、まあ、こう、流しに召喚されたときに、やっぱり一個一個がちっちゃいと、やる気起きる。でね、この、玉ねぎの芽。はい、嫌いな人は爪楊枝で取っといてください。はい、ツンツン嫌いな人いるんだ。ちょっとね、癖がある、やっぱ。やっぱ芽とか根って、こう、成長ポイントだから、植物の。うんうん、やっぱり苦味、栄養価も高いし、うんうん、苦味があるんだよね。嫌いな人は取る。そう。気にしない人はそう思う。うん。でも、体には悪くないですよ。むしろいいですよ。なんで嫌な人はこうやって、爪楊枝で剥がしてあげるといいですね。では早速焼いていきたいと思います。そのままでも目を取ってもいいので焼いていきます。フライパンに火をつけて中火と弱火の間の火の強さでバターで焼いていきます。くる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 。今日はですね 10g バター使っていくんですが、同じグラム数の牛脂とかラードとかオリーブオイルやごま油、好きな油使ってください。オリーブオイルとちょっとイタリアン風、牛脂やラードだと、ちょっとこう、なんだろう、生き物の動物性の香りがついて、またちょっとこう、食べやすく、コクが出てくるね。でもバターもね、バランス取れてていいんじゃないでしょうか。今日はまあ、お家にね、ある確率も高いと思うので、バターを使っていきます。まあ、ちょっと健康志向に作ろうと思ったら、オリーブオイルやごま油をお使いください。では、バターが溶けてきたら、玉ねぎ置いていきます。あと置くだけ。置いたら、とにかく蓋を閉めてじっくり焼くことですね。じゃあこれで中火と弱火の間の火の強さ、じっくり焦げ目がつくまで焼いていきます。はい、では蓋閉めて5分経ちました。焼き目がついてると思うのでひっくり返していきます。玉ねぎは剥がれやすいです。あ、もう剥がれそう、剥がれそうなのでフライ返していきます。あー、いい感じで、焼き目つけて、よーいしそう、いい感じ。ちょっとバターだけ？これバターだけ。そんな色すんなんね。ね、しずる感ある。おいしそう。で、これひっくり返すとともに調味料入れていきまーす。おーい。よいしょ。うわ、いい色だね。バーベキューみたい。素晴らしい。で、崩れないように細心の注意を払ってひっくり返していただきましたら、調味料入れまーす。はい。今日は、ここからいきますよ。ニンニク。ニンニクチューブ。まあ、小さじ2分の1ぐらいね。で、麺つゆ。これメインの味付けですね。大さじ2でいきます。麺つゆ大さじ2。あと、ブラックペッパーをたっぷりです。玉ねぎといえば胡椒。胡椒といえば玉ねぎ。玉ねぎたくさん入れていきます。はい。ちょっとね、気持ち混ぜ。で、置いて、そしたらこちらであとね、もう3分ぐらい加熱していきます。タレを煮詰めたいので、次蓋なしでいきたいと思います。ではこちらで、調味料を入れて煮詰まってきましたら完成です。皆様、動画をご覧いただきありがとうございます。
ここで一つお知らせがあります。なんと私初のレシピ本を8月31日全国の書店インターネットで発売することが決定しました。ありがとうございます。今までレッスンや YouTube で大人気だったおかず50品以上を収録しておりまして、その全てにですね動画がついております。ですのでぜひですね皆さん本とそして動画を一緒に見ていただきながら一緒に作っていただければと思います。詳細は概要欄へぜひチェックしてみてください。